こちらただの乾電池に適当にねじった導線をつけると回転し始めます。これが単極モーターです。おはようございます、こんにちは、こんばんは、ピーちゃんでございます。今回はですね、単極モーターについて紹介していきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。皆さんご存知の通り、モーターはもういろんなところで使われておりまして、例えば身近なところで言うとエアコンとか扇風機とかドライヤーとか、スマートフォンのバイブレーションもモーターが使われておりますね。このモーターを一番簡単に体感できるのがこの単極モーターだと思います。この単極モーターは1821年、約200年前ですね、あのファラデー先生がこれも発明したとのことです。電池と導線だけで回転するのは不思議ですよね。その前にですね、普段 P チャンネルの動画ではオームの法則とか並列回路を簡単に解説したり、最も身近にある電気設備、電柱について紹介したりしています。興味がある方は概要欄に貼っておきますので、ぜひ後でご覧ください。早速ですね、単極モーターについて紹介していきます。まずはですね、一番気になる単極モーターはどういう原理で回転しているのというところを解説します。その後ですね、単極モーターを実際に作ってみた映像がありますので、ぜひ参考にしてください。それではよろしくお願いいたします。はい、それでは単極モーターが回っているところを見て、なんで回っているのか考えてみてください。今はプラス側が上になっておりまして、時計回りに回転しておりますね。これを反対にするとマイナス側が上になります。これで乗せてみるとどうなるでしょうか。おそらく察しがついているかと思います。今度は反時計回りに回転し始めますね。ではこれがどういう原理で回っているのか考えてみてください。これだけの説明で分かった方はもう天才だと思います。ヒントを言いますとね、この下の方の土台の部分ですね、これは磁石になります。いやー、不思議な回り方をするんでね、僕の場合は長い間見てられます。しかしですね、もう時間もないので次に説明に入っていきましょう。単極モーター、別名ファラデーの駒がですね、どのような原理で回転しているかといいますと、フレミングの左手の法則によって回転していると言えます。フレミングの左手の法則はですね、簡単に言いますと、磁界が右向きで、電流がこちらに向かってくる向き、このような向きですね、流れた時に磁界と電流の作用を受けて電磁力が上に働きますというようなものでした。これは頭文字を取って中指から電磁力で覚えたかと思います。別の覚え方としてですね、力 F、 磁束密度 B、 電流 I の親指からの順番で FBI で習った方もいるかと思います。個人的にはこっちの方が覚えやすいですね。はい、フレミングの左手の法則をですね、電磁力とか FBI で覚えろっていうのは個人的には好きではないので、右ネジの法則を使ってフレミングの左手の法則を説明したいと思います。まずですね、右ネジの法則というのは、ネジの進行方向が電流とすると、ネジをねじる方向に磁界が発生するというものです。これは右手を使って、この指の方が磁界で親指の方が電流ということなので、右ネジの法則と言われたりします。この図を見てみると、この青い矢印が電流で、赤い部分が磁界になりますね。ただしですね、右ネジの法則の場合は、この青い部分が磁界で、赤い部分が電流とした場合にでも成り立ちます。これが右ネジの法則です。右ネジの法則はですね、先ほども述べたように、電流の進む向きをこの向きだとすると、磁界はネジの向きに発生しますよ、というものです。はい。右ネジの法則を使ってフレミングの左手の法則を示していきます。まずですね、磁石の N 極と S 極がこういう形で配置されていたとします。そうするとですね、この磁石の間には磁界が発生しております。
その磁石の間にですね、導線がこのように配置されて、電流が向こう側からこっち側に流れてくるとすると、この電流によって生じる磁束は右ネジの法則で、こういうふうに磁束が発生しているということがわかります。先ほども述べたようにですね、この磁石によっても磁界が発生しております。こういうふうに発生しておりますので、この上の部分では電流による磁束と磁石による磁束が打ち消し合うことがわかります。これによって上の部分の磁界は弱まりますので、導線は上に力を受けるという考え方をしても問題はないですね。簡単に整理しますと、N 極から S 極に向かって磁束が発生しています。またですね、電流の方もこういうふうに流れておりますので、右ネジの法則でこのような形で磁界が発生しています。この上の部分ではですね、磁石からの磁束と電流からの磁束が打ち消し合ってますので、この胴体は上に向かって力を受けるということになります。これがフレミングの左手の法則になります。個人的にはですね、フレミングの左手の法則をただ覚えてるっていうのはあまり良くないと思っておりまして、僕はいつもこういう形で覚えております。はい。フレミングの左手の法則について簡単に復習ができたと思いますので、早速、単極モーターの回転原理について解説していきます。先ほどの導線の形だと少し難しいので、簡単に見えるように加工したものを紹介します。電気の流れる導線に注目してください。左側が最初に見せたもの、右側は分かりやすくするために加工したものになります。右側の方が分かりやすいですよね。こちらについて考えていきましょう。はい。先ほどの映像を簡単に図に示すとこのような形になります。この図ではこの磁石から磁界がこのように発生しています。この部分に着目するともう回転の原理がわかるかと思います。それでは考えてみてください。はい。もう頭のいい皆様なら分かったかと思いますが、電池から電流がこのように流れていて、下の磁石から磁石がこう流れているとき、ここに着目すると、フレミングの左手の法則によって、この方向にですね、力が働きます。図を作るのめんどくさかったので、もう僕の手を取ったんですけど、電流が下、磁界が右、で、電磁力 F が自分の方向に向かってくると。この原理で、この導線が回転しているということになります。分かっていただけましたかね？それではもう一度見てみましょう。ちょっと遅くしますね。電流が流れる導線が受ける力は、フレミングの左手の法則によって、このような形にずっと力を受け続けるというわけですね。はい、原理が分かったところで、今度は電池の向きや磁石の向きについて考察していきましょう。これまで電池の土台の磁石は N 極であり、磁束が出ているものとしてました。そしてプラスが上になるように電池を設置すると、導体は時計回りに回転しておりました。念のため確認してみましょう。このように磁石は S 極とくっつきますので、土台の磁石は N 極であることがわかります。改めて電池の上がプラスとなるように設置すると、電気の流れる導体はやはり時計回りに回転することがわかります。では磁石の向きを変えるとどうなるでしょうか。確認してみましょう。磁石の向きを変えると S 極になるので N 極がくっつきますね。先ほどと同じになるように電池のプラスが上となるように設置します。今、磁石は S 極なので、磁界はこのように入っていく状態となっているはずです。そうすると、人差し指が磁界を示すので、電池を挿して、電流は下向きなので、力はこのように受けていくはずです。早速試してみましょう。はい、想定通り、導体は反時計回りに回転しましたね。次はこの状態で電池の向きを変えていきましょう。マイナスが上となるように設置して、磁石は S 極ですね。そしたら電流は下から上、磁界は磁石に入っていきますので、親指の方向に力を受けて時計回りに回転するはずです。試してみると時計回りに回転することが分かりましたので、
磁石の向きと電池の向きの考察は以上とします。はい、ここからは単極モーターを作っていきます。必要なものはたったのこれだけです。まず導線とネオジウム磁石、これは磁力が強くて電気を通す磁石がいいですね。そして適当に乾電池で、導線を切ったり曲げたりするペンチが必要になります。これだけで簡単に単極モーターが作れるんですね。早速ですね、作っていきましょう。まずですね、これが導線です。ちょっと太かったような気がしますね。硬かったです。なぜか知らないんですけど前買ってたんですよね。でその次にネオジウム磁石ですね。その次電池、あとはペンチですね。ネオジウム磁石はですね、携帯とかについてしまうと怖いんでね、携帯は遠くに置いておいた方がいいですね。はい、適当に導線を切っていきます。もう適当ですね。だいたい20センチぐらいですかね。失敗しても2メートルあるんでね、なんとかなるでしょう。 Amazon で調べたら560円ぐらいでしたね。いやー、導線を切るのは久しぶりでしたね。10年前ぐらいに電気工事士を受けたんですけど、それ以来ですかね。ちなみに電気工事士の試験なんかではもう物差しなんて使わずに、この大きさだったら10センチ、自分の場合だと右手の中指の根元から第一関節が5センチ、根元から第二関節までが3センチという感じでね、使い分けてましたね。いやー、でももうほとんど忘れてますけどね、ランプレセプタクルの輪っかぐらいならまだ作れますかね。というか今思ったんだけど、ランプレセプタクルって今の時代使ってるんですかね。よくわからないですね。はい、こっからはもう適当に真ん中から折ってね、軸となる部分を作っていきます。作り方が何がいいかわかんないんですけどね。まあ回ればいいですよね。はい、いい感じで真ん中から折ることができましたので、今度は電流の通り道作っていきますかね。いやー、ペンチすらいらないと思ってたんですけど、ペンチあってよかったですね。いやー、これ回ってる動画はあったんですけど、作ってる動画ってなかったんですよね。もう適当に作るしかないですよね。はい、こんな感じで電流の通り道が調整できましたら、今度は磁石にくっつけるところですね。直流モーターで言うとブラシの部分になりますかね。常に電気を流すような形をしないといけないので、結構難しいところかもしれないですね。言い忘れてましたが、電気を流す導線は磁石にくっつかないタイプのものでないといけないです。金、銀、銅、アルミニウムあたりは磁石にくっつかないです。金属ならなんかくっつきそうなイメージありますけどね、これも本当にくっつかないタイプです。磁石にくっついてしまったら回転が止まってしまいますからね。ちなみに金属にくっつかないタイプのものを半磁性体と言います。微調整してこういう感じで少し回り始めましたね。引き続き調整していきます。回転しても電気を流し続けるっていうのがポイントですので、下のブラシの部分を磁石に合うように調整していきます。あとはもう調整ですね。電池の上の部分に50円玉とか穴の開いてるものを挿して落ちにくくしているっていうような工夫をしている人もいましたね。今回はやらないんですけど、これを速くするための工夫とかですね、例えば電池を直列につないでみるとか、磁石を増やしてみるとか、いろんな工夫ができそうですよね。今回はもうめんどくさいのでやりません。ちなみにこれはもう電池を短絡させてるようなもんなんでね、結構な電流が流れてると思います。もう乾電池1個なくなりましたからね。2個目もこれ多分もうどんどんなくなっていますよね。新しい乾電池に変えたら速くなったりしましたからね。いやー、あともう少しで完成しそうなんですけどね、なかなか難しいですね。お、これはもう完成でいいですかね。もう僕はこれで満足です。最初見た時はこれ感動したんですけどね、もう見すぎて何も感じなくなりました。以上が単極モーター作ってみた編でした。左側のタイプの方が難しかったです。最後に注意事項です。この実験は電池をショートさせていて、正しい使い方ではありません。そしてですね、長時間使い続けていると熱が発生して普通に火傷する熱さになります。またですね、放置しすぎると火事になったりするので、回した導線は絶対に電池から外しておいた方がいいです。そしてですね、
導線を曲げたりするときにね、怪我をしそうになります。あとはこの通りですので、十分な知識を持って大人の人と一緒に試してください。はい、まとめになります。この動画では湾曲モーターの回転原理について紹介しました。湾曲モーターの回転原理として、フレミングの左手の法則によって回転しているものであるということを説明しました。またですね、フレミングの左手の法則を右ネジの法則を使って紹介しましたので、ぜひ覚えてください。右ネジの法則によってこの電流に磁束が発生します。磁石の磁束と上の部分は打ち消し合いますので、このように導線が力を受けるということはぜひ覚えておいてください。フレミングの左手の法則について理解できたかと思いますので、湾曲モーターの回転原理も理解できるかと思います。まずですね、電池の土台となる磁石からは磁束がこのように発生しておりまして、電流はこう流れておりますので、フレミングの左手の法則によって適用していきますと、電磁力 F は手前に来ますね。これで言うと、この方向に導体が力を受けますので、結果的に回転するというわけですね。今回はですね、湾曲モーターについて紹介しましたが、直流電動機というのは一般的に二極モーターで紹介されることが多いです。時間がないのであまり解説はできないんですが、簡単に説明しますと、磁束がこのように発生していますね。ですので、こっち側に流れてくる電流が受ける力というのはこのようになりますね。そして同じようにこっち側に流れる電流に受ける力はこのようになります。ですので、モーターはこのように回転します。気にしてほしいのがこちらです。回転するごとに電流の向きが変わってはいけないので、ここに整流紙片というものがあります。そして、毎回同じところに電気を流すように、ブラシというものもついております。ちなみにですね、湾曲モーターでは、このブラシの役割をどうにかするために磁石に巻きつけていたようなイメージになりますね。整流紙片というものはありません。ちなみにこれが湾曲モーターとなります。1月にね、湾曲モーター作ってたんですけどね、動画の編集がめんどくさくて全然作っておりません。いつか作ります。いや、直流電動機だけで何種類もあって難しいですね。基本的な考え方は同じだと思いますので、皆さん勉強してみてください。湾曲モーターだと整流紙片が3つありますね。今後の動画としてですね、このような内容を考えております。アイデアはいっぱいあるんですが、作成に時間がかかりそうなので、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後にですね、結構やってる Twitter と最近やり始めた Instagram の僕のアカウントを紹介します。 QR コードを読み取りますと、僕の Twitter アカウントにすぐアクセスできますので、ぜひフォローしてください。ツイートの内容はこんな感じで勉強になると思います。以上ですね。最後まで見ていただきましてありがとうございました。